地下鉄の初乗り料金はこれまで200円でしたが、消費増税により10円引き上げられることになります。札幌市交通局が今日国に申請した値上げ案では、初乗り料金を大人200円から210円に、子ども100円から110円とするほか、通勤通学の定期も1ヶ月あたりで最大470円引き上げます。一方で地下鉄1日乗車券や土日か切符の料金は据え置かれます。またおととし料金を200円に引き上げた市電はそのまま据え置かれますが、通勤通学の定期は値上げになります。値上げ案は今後国の審査を経て正式に決まります。昨日のニュースで JR は札幌駅から新札幌駅の間を260円から340円に値上げするとお伝えしました。これが地下鉄ではどうなるのかというと、今札幌駅や大通駅から新札幌に向かうときは320円となっていますが、これが330円、10円値上がりします。 JR ほど大幅ではないにせよ、川野さん、やっぱり何でも値上げしていますからね。またかという感じします。昨日の強化という感じがしましたね。そうですね、10円って言ったってね、毎日乗って年間に考えたら結構長くなりますもんね。はい、このほか路線バス各社も消費増税に合わせた運賃の値上げを届け出ています。